イエーイ。こんばんは。毎日明日は早くからするぞ、明日は早くするぞって思うけど、配信結局毎日遅い時間の配信。いやもうお疲れです。今日日曜日か、日曜日か、日曜日か、お疲れ様でした。今日もあ、そう、シャチさんのライブに昨日行ってきたんですよ。ライブ行ってきた後に配信してたけど、チームシャチさんのライブが昨日あって、ツアーファイナルだったんですけど、行かせていただきました。イエーイ。あの舞台で共演してたスギちゃんがそう呼んでくださって、行ってきました。行けてよかった。そう、ギリギリまでスケジュールが分からなくて、行きたいけど行けるかなみたいな感じだったんですよ。ちょうど昨日は本当にライブの超1時間前とかに稽古終わっ、どんくらいだったかな、もう本当にギリギリに稽古終わって、あのエイトの、それでね、サヤリンと2人でめっちゃ走って会場に向かったんです。めっちゃギリギリだった。だからでも無事、はい、ライブ見ることができました。え、そう、スケジュールはもちろん稽古が優先で、あの空いてたら行こうと思ってたんですけど、なんとかギリギリ行けました。めちゃめちゃよかったです。なんか本当に私、人の AKB ライブを、何、出る側じゃないですか、見に行ったことがなくて、多分ないと思うんですけど、あるっけな、ないんですよ、そんな AKB 以外の私の記憶が正しければ。そう、だからあんまりそういうことがなかったから、ちゃんとやってライブを感激したのは初めてだったんですけど、そう、ライブに行きたいんですよ。いろんな人のライブに行ってみたいってずっと思ってるんです。でも最近ね、あれですけど、ずっとここ最近なかった。だからすごい、でもなんかやっぱり、まあそりゃそうですけど、自分たちの AKB となんか全然違って新鮮でしたし、いや、圧倒されましたというか、すごい、なんですか、めっちゃあっという間だった。え、もうみたいな、あっという間の時間でした。なんか、すごかった。私の語彙力じゃ表せないすぎて、パワーがすごすぎて、ずっと圧倒されっぱなしの時間でしたね。本当に
セイリンとハーちゃんもいたんですけど、昨日舞台一緒に共演してた舞台の方とかもいらっしゃってて、全然 AKB と違うねってなりましたね。うん、すごかった。いや、すごかったな。めちゃめちゃいい、とてもいい、素敵な時間でした。から次は AKB の見に来てくださいって、そうみんなをなんかね、コンサートとかタイミングよくあればよかったんですけど、またなんかそう来てくださいと呼べるタイミングだったらみんなでお呼びしようと思っているところです。コンサートとかね、そうね、あればよかったんですけど、またあったらぜひお呼びしようと思ってます。確かにサムネイル公演、もし私とはーちゃんが一緒に出てたら、5人いますからね。5人なかなか揃って、チームが違うと本当に一緒に同じ舞台に立つことが少ないですからね。うん、でも本当にそのゆずきちゃんのアイドル姿を生で初めて見たけどでもなんか舞台でも可愛い感じだったけど、もうなんか、はい、ギャップがすごかった。めっちゃ歌うますぎて歌うまーみたいな、ずっと歌うまーみたいな感じで見てました。と歌うまいって聞いてたけど、うまーみたいな、うん、だからその私たちのアイドル姿も見たことない舞台の共演者の方もびっくりするんじゃないかなと思う。浜ちゃんとかさ絶対びっくりする。めっちゃかっこいいからステージだったら、普段はわやーみたいな感じだけどめっちゃステージでかっこいいから、AKB のライブは時間過ぎるの早いですか？本当？ライブって私見たことあるかな？その感激、劇場は何度かあるけど、楽しいですよね。でも明日はチーム K の初日ですよね。そういえば、見に行きたかったな。見に行きたかった。B か A は見に行けるかな、初日。見に行きます。行かれますか？田口向き、うん、でね、見たかったけど明日は普通にお稽古と時間がどんかぶりです。だから見れない。
なんかさ、この前私たちチーム4の初日をのゲネを見に来てくれてたメンバーがめっちゃやっぱ良かったわみたいなすごい言ってたんですよ。だから私もすごい聞いてたら客席ですごい見たくなって、劇場のステージをお客さん側で だから見たかったけど 右とか見に行けたらいいな。めっちゃ、いやめっちゃ良かった、アイドルっていいなみたいな すごい言ってたからさ 見たいなって思ってたんですよ。うん、客席で見ることって本当にないですからね。ゲネくらいでしかさ見れないからさね、新鮮です。ああ、確かに見え方とかね 普通に見たい いいなあ、もうだってそう、いいなあ、羨ましいです 皆さんが羨ましいです、客席から見れる、いいなあ。なんか明日は見れないけど、他のチームの公演とかまたどっかのタイミングで行きたいななんて思ったり、いいよね劇場。もちろん大きいステージも大きいステージって迫力があっていいけど、劇場もいいですよ。近くで見れる。うんうん。黄色似合う？黄色というかなんか黄土色みたいな。黄土色って久しぶりに言ったわ、なんか 黄土色なんて普段言わない。黄土色なのかこれは。黄土色って何色です。なんかさ小学生の頃のさ絵の具セットみたいな あれで黄土色っていう色がよあった、あったよな。黄土色ですかね。黄色というかなんかベージュ、ベージュ 黄土色って 面白い、黄土色って出てきたのが面白い。黄土色 黄土色って普通言わんよね。ベージュです、ベージュ。チーム B、 4月29日、でも言ってすぐですね。そうなんだ。誰が出る？エイトって誰が出ますか？レミちゃん。29日。いや、いけなさそうだな、無理だろうな。だってすごいさ、この稽古期間とめっちゃかぶってますもん。大変だろうなって本当に思う。みんな。あ、ひなや。なぎちゃん。今日って24ですよね。え、もうすぐじゃん。早っ。え、大変、絶対大変、この稽古期間って頑張ってるな。見に行きたいな。奇跡的に時間が会えたら、あったら、あれば行けるかな。うん、
A はもうちょっと先だよね。全チーム見たかったな。いやでもさあ、こんなあれですけどこんなあれですけど、もう4月が終わっちゃいますよ。早くない？もう毎月毎月言ってるけどな、早いねって。すごい、あっという間。もう5月？ 5 月か。5月ですね。早いよね。やだ。嫌なんだけど。なんか早っ。なんか日に日に時の流れが速くなってる感がすごいんだけど、恐ろしいな。でも充実してるってことだよね。そういうことだよね。毎日が充実してるってことだよ。やっとや、本当に5月もさ、もう舞台があるからさ、シュンって終わっちゃいそうです。ねえ、もう20歳になっちゃうよ、こんなしてたら。やばいって。やばいって。やばい、いいこと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 です。いいことです。今日は雨が降ってましたね。なんか最近は雨多くない？最近雨多くない？まあ涼しいからいいんですけど。いいんですけど。涼しいからいいなと思うんですけど。多いよね。今日本当に嫌だったな、雨。私雨降ると本当にもうすぐ頭痛くなっちゃうから、頭痛いな、頭痛いな、本当に嫌だったな。でも涼しいからいいですけど、暑いから、暑くなってきたから、雨降ると涼しいから、涼しいってなる。確かに花粉もね、確かにそれありますね。この花粉の時期の雨って確かに、確かに。いや、そう考えるといいですね、雨。雨、雨降ってくれていいわ。ねえ、梅雨みたい。梅雨の時期みたい。え、明日27度。うそん !27 度はもう真夏やん。明日は半袖で過ごそう。だってさ、27度って。なんかさ、この前さ、気温、服装の、なんか、服装、この何度以上だったら、長袖、半袖みたいな、指標みたいなの調べたんですよ。25度以上が、半袖だった気がする。あれ、怪しくなってきた。だから本当に半袖で過ごしちゃうんじゃないって、これ暑いですよね。暑さね。梅雨の時期ずっと頭痛い。本当ずっと頭、雨降ってるとすぐ頭痛くなっちゃう。困っちゃう。花粉予報、ゴールデンウィーク明けに収まる。そうなんですか。ゴールデン、もうゴールデンウィーク、あ、ちょっとで、でもちょうどお薬が切れそうな、ちょうどいいタイミングくらいかもしれないです。ちょうどいいかい。
でも今も全然まだ花粉の症状でも薬飲んでるからあれか。あ、カテキン、それな、めっちゃ余ってるよ。飲もう。え、花粉症全然まだめっちゃくしゃみとか出るし、でもくしゃみくらい前ほどひどくないかな。今薬をちゃんと飲んでるから。最近全然飲まなかったら、え、なんかめっちゃすごいんですよ。こんなサプリ効果あるんかな。朝が一番ひどいですけどね、花粉症。そう、朝が一番ひどいんですよ。でも朝がピークだから 朝がピーク。ね、見てください、めっちゃ髪伸びたよねって私定期的に「え、髪伸びたよね」って、ね、めっちゃ定期的に言ってるけど、今日髪伸びたなーってなんか鏡見てて思いました。確かに今くらいの長さ、いやもうちょっと、いやもういいですよね、このくらいの長さ いやまあでももうちょっと、もうちょっとかな。昨日も言ってた、なんか毎日言ってる。いやそれはもう、うん、なんか今日収まり、確かに前髪もうちょっといい感じ。ちょっと羽なってる。え、なんかすごい外羽。いや、そう、本当に2日に1回くらい か分かんないですけど、2日に1回くらい髪切りたいみたいな。他に1回は多すぎるか。でもすごいすごい定期的に私髪切りたい、ボブになりたいみたいな、そうっていう気持ちがやってくるので、いやいや、でも成人式があるぞって思って頑張って耐えてます 超定期的に、うん、めっちゃボブにしたいみたいな気持ちになるんですけど、頑張って耐えているんです、ボブ欲が うん、55分にあったら笑おう。チーム4の劇場公演いつなんでしょうかね、次。私もまだ全然知らないんですけど、どうなんだろう。でも初日メンバー以外とかが出るのかな、次。早く出たいよ、もう忘れちゃったかもしれない
でも忘れちゃうから、ここの間が空いちゃうと、だから早く出たいなと思っているんだいるんだ、ね、早く見たいでしょみんなも。うん、髪染めるのね。そう、いや本当はこの前初日公演があったじゃないですか、その時染めようと思ったんですよ実はね、染めようと思ったんですよ、その劇場でお披露目みたいな、初日公演でお披露目みたいなするつもりだったんですけど、まあちょっとお稽古とかもかぶってて行くタイミングがなくて結局断念したんですよ。そうだからねあれなんですけど、なんかいやそう、せっかくならさなんかコンサートとか劇場みたいなあるタイミングに合わせてしたいなと思うんですけど、今別に舞台くらいしかそれないじゃないですか。舞台もどうなんだろう、役的に何色でも銀パ、なんか銀にして支障があるならダメだから、舞台を持ってから考えようかなとかは悩んでますね。ねえそう、この前の初日公演でいきなり銀になったらびっくりじゃないですか。それをそう、そうしよっかなとか思ってたんですけど、普通に予定がなくて、都合が合わなくて、行く時間なくて無理だったんですけどそんな感じでいきなりすると思うんですけど、またいやそう、でも気持ちは陰にしたいなという気持ちはずっとあるので、タイミングを見計らっている状況です、ずっとずっとね。分かんないけど、分かんないけど、さてさて、終わりましょうか皆さん今日もお疲れ様でした。明日からまた頑張ろうねランキング見ます。13位ももにさん、ありがとうございます。12位ななしさんありがとうございます。10位ぬっしーさん、ありがとうございます。9位ひがさん、ありがとうございます。8位まぼろしさん、ありがとうございます。7位おまめさん、ありがとうございます。6位ラボーナさん、ありがとうございます。5位タートシさん、誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。4位トリオエジさん、ありがとうございます。3位ぼくれんぱさらんさん、ありがとうございます。2位ひでじろさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみ、グッナイ、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバーイ。